素材、デザイン、パターン、すべての設計が脂肪を動かすために必要となります。さらに人間工学に基づいた設計を行うことで、綺麗にボディラインを整えるだけでなく、快適に着用ができる最高の下着を作り出すことができます。また補正効果の確認をするために3次元計測を行い、着用変化の検証を行っています。